こんにちは、あるいはこんばんは。整体院岩堂です。この度は大変申し上げにくいんですけれども、実は言わない方がいいかな。言いましょう。以上、そこは正直に正直に言わさせていただきます。ユアンドのユアンド TV の人気の動画といえばボキボキ整体の動画になるわけですけれど、大きい音とか際どい感じが鳴ってればいいなということで、実はこんなことをしておりました。その動画をご覧ください。最初に割って、はいはい、上下逆にして、はい、もっとねボグボグって音を出した方がいいか。あ、そうですね。家僕さ、ほら育ちがいいから、はい、あのポテトチップ箸で食べるのね。はいはいはい、で割り箸でこう食べるんですけど、それ終わった後ポテトチップの袋の中に入れてボキボキやったら、あ、リアルじゃんこの音ってなって、それからこの方法を採用しようと思って。それがだったんですね。それがボキボキ整体の始まり。ああ、なるほど。これでいきますか、はいはい、これちゃんとマイクをいくよ。どうせ使うの音だけだから、はい、まあ、こんなもん。ああ、いい音ですね。これで、うん、これで動画にかぶせれば、あ、ボキボキなってるの聞こえるでしょ。あ、なるほど。そうそう。だってさ、みんな要は、ボキボキしてるのが聞こえるやん。ある意味、言い方あれだけど、なんでもいいわけでしょ。まあね。だから。気持ちよくなってくれますからね。あ、折れたんじゃんっていうような、やっぱスリルも、必要だと思うんで。はい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 、で、これで、こんな感じで。ほら、こんなに鳴らしちゃいました。あ、すごい。じゃあちょっと止めてもらっていいですか。はい、ということで、まあ、演出のつもりであったんですけども、あまりにも評判が良くて、視聴数なんて関係ないよって言っておきながら、本当にすいませんでした。お前さ、いい加減しろよ。お前、すいませんでした。もう視聴者さんは何だと思ってんだよお前は。すいませんでした。本当にそれダメだぞ、そういうことしたら。意外とバレなかったので、うん、調子に乗ってしまいました。申し訳ございませんでした。これからは施術と動画制作により真摯に向き合いたいと思います。こんなイワンド TV でありますけれども、これからもぜひ応援してください。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。キモ。